ハッシーでーす。エリーでーす。ホイール、ホイール、何？太陽でーす。そう、イエーイ。太陽いいな。太陽で。今日ね、あっちゃんね、まあ、鈴木敦さんが名古屋のお話し会を今日企画してくださって、そしてその後こういう素晴らしいあのひまか島のね、あのお宿を取っていただいたわけですが、そこに。なんと奥さんが来てくださいました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当に感謝しかありません。ありがとうございます。ね、でいつものハッシーの無茶ぶりなのにね、 YouTube 出てくださって本当にありがとうございます。パパ食べるの？で、ちょっとね、いくつか聞いていいですか？はい。今回ね、こうやってなんていうかな、僕のこのお話し会の幹事をご主人がやってくださってね、で、まあ、内容としては何て言うかな、こうアセンションの話とかいろんなこと言って、わけのわかんないこと言ってるんですけど、今どんな感覚っていうか感想があるんですか？ん？そうですね、うん、とっても今日に向けて、うん、あっちゃんは、うん、あっちゃん楽しそうにやっていて、うん、今日が来るのが、うん、なんか私までそわそわする、そわそわワクワクする、ワクワクそんな感じで、そうでした。わー、素敵だね。もともとあれですか、こういうスピリチュアルのことっていうのは興味があったんですか、それとも どんな感覚でいたんですか？いや、本当に、あっちゃんからって感じなので、うん、ああ、パパね、そうですね、だけど今さっきほら子供たちの動画上げたでしょ、はいはい、みんなすごいねすごいですね、本当に子供たちの方がちょっと上行っちゃってない、うん、本当にそうですねえ、神様より全然近くない？うん、本当ですねすごいね、もうママとしては最高でしょ。あ、最高ですね。もう、うわ、本当に最高です。うわー、すごい。なんか、なんか聞いたら何、保育園の先生。あ、そうです。保育園で働いてます。いやー、じゃあ子供大好きなんだ。そうです。子供は本当に好きです。うわー、あ、来たねー。あれ、さ、お名前なんていうのかな。まつりです。うん、まつりちゃん？そう。どうですか、まつりちゃん。パマ好き？あーっと。どうしてママが好きなの？ママすごいから。お、ママすごいんだ。すごい。ちょっと教えて。何がすごいの？ママが手伝ってくれる。うん、お、手伝ってくれるの？何を手伝ってくれるの？なんかさ、うん、お料理とかさ、うん、一緒に。うわー、すごーい、すごい。お、太陽くん、こっち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 来ね、ここここ。あ、太陽くん、なんか話したい？お、何が、何、どう？言ってみて、何がいい？何？ママは？お、ママは？ご飯作ってくれたり、おう、くれたり、おう、いつも、おう、いつも明るいママでいいです。わー、明るいママが好き？そうだね。パパも、うん、お、パパも？明るいパパが好き。明るいパパが好き、そうだね。うん。で、太陽くんは？面白いね。太陽くんはどうなりたい？面白いね。優しくて、人を助けるような明るい人になりたい。人を助けるようになりたいの？どうして人を助けたいの？最近その、うん、その人の命がかかってるかもしれないから、うん、だから、うん、だからその人の命がなくなったら、うん、もしかしたら俺の友達かもしれないし、だからそれだけは絶対に大切にすることだと思ってるすげー、今何歳？7歳。7歳、どうしてそんなすごいことを知ってんの？いつも、うん、明るいママとパパが、うん、いつも教えてくれてるから。うわー、すごい鳥肌もんだよこれ。教えてないですよ。教えてないけど、だけど、教えてないけど自分で覚
覚えてて、うん、ママたちの、うん、がハッシーの動画とか見てるときに思ってるだけ。あーすごい。それで何もそんな風に言えるの、うん、遅すぎねいやいやすごい、うん、ちょっとママおいママちょっと何か言ってよママいやーほら本当にえ、ね、でもこの話も、うん、あの今年、うん、あの家族ね、うん、キャンプに行ったんですね。キャンプ行ったの、うん、でその時に、うん、この同じ話をあの今の太陽はしてくれたんですけど、うん、その時になんかあの、うん、私がそのキャンプの時に、うん、あの太陽とか、まあ、子供たちにどんな大人になりたい、うん、どんな生き方がしたいの、うん、っていう質問をしたんです、うん、その時に、うん、あの太陽が、うん、僕はもし道路に飛び出てしまいそうな女の人がいたりしたら、うん、そこに飛び込んでも俺は助ける人になりたいって言って言ったんですね。うわうん人を助けることがしたいって言って言ったからでも、うん、でもそれはとってもすごいことだねって言って言いながらでもなんかやっぱ母としては、うんうん太陽の命も大事だよっていう話を、うん、しました。うん、した涙がボロボロ。そう、ね、泣いちゃったの？あの、うん、太陽が泣いてました。え太陽が泣いたんか。え、そうそうそう。あれ？うん、どうして泣いた？なんで泣いちゃった？うん、ママがそう言ってくれて嬉しいから。あーそっかーやよくやすげえなすごい親子だよなんなのこれ出てねえよほらおいマスミ嘘つくなこれいやでも素晴らしいもうさもう子育て大成功じゃん、うんねえ、うん、なんかもう、うん、イエイって感じです、本当に、ね、もうあとは本当に見てて楽しい、こっちが楽しいとか逆に学ばせてもらうのがハッシー様様ねうん、ハッシー様様そうだよ結構いい男だろねえ初めて会ってるけど本当いや、そう、いやでも、うん、ちょっと最後にねこうちょっと子どものことも通じてですけど、なんかこう感じて、今この瞬間感じたこと、うん、思ってること、なんかこれからのこと、なんでもいいよ、なんでもいい、なんか話してみてください。うん、どう？そうですね、うん、子育てしていて、うん、まだまだ私自身も、うん、子どもたちに、うん、このご法度じゃないですけど、ご法度してんの？すごいね。出てしまうこともあるんですけど、うん、まあそこは、うん、してしまって今までだったら私自身もこう、うん、結構、うん、自分を責めてしまう感じだったんですけど、うんうん、そうではなくて、うん、あのあっちゃんだったり、うん、あと今ゆみさんとかとつながらしてもらって、うん、ねえ素晴らしいとても、うん、内観、うん、内観がとっても大事だなっていうのに、うんうん気づいています。うわあ、すごい。その自分でダメだったなって思ったことがあっても、うん、それは、うん、そう自分でどうだったのかなっていうのを考えたりしながら、うん、まあそれも、うん、このまた次に、うん、前向きに、うん、っていうふうにして、まあ子供と一緒に。うんこう、うん、どんどん前を向いていきたいなって思っています、うん、うわすごいねえ、まーちゃん今の話聞いてどうよもう何もいらないあ素晴らしいねいや僕さ、いろいろ YouTube は撮ってきたけど今日のは最高いやいや、なんかね、僕自分でこう言ってきたんだね、こういうことやろうって、こうして幸せになれるよって。だけどいや、言ってきてよかったと思った
いやでも本当にこの、うん、私自身もすごく、うん、まだまだですけど、うん、すごく変わりましたっていう自分でも思います、うん、この何でも自分と向き合うことがこんなに大切なのかというのと、うんうん、そのネガティブっていうのは全然良くない、うん、自分が苦しいだけっていうことじゃなくて内観をしてどうしてだったのかなとかそういうことを考えることで自分 の、 あの気持ちが本当にあの軽い感じです。うわーすごい、ちょっとあっちゃんちょっとおいでおいで、ちょっとここ顔出して、あの今からご主人があの来るんだけど、はい、今目の前で、ね、奥さんの話聞いてて、あっちゃんちょっと一言、子供のコメント聞いてどうだったのよ。いやまあ僕は本当幸せだなって、うん、あの本当日々ね、うん、あの常々思うようになれて、うんうん、自分が変わると、うん、あの周りがこんなに、変わ、まあ、世界が変わるというかね、うん、みんなあの、うん、分け見たまなので、創造主の分け見たまなので、うんうん、なんであのやっぱり自分自身が変わることによって、うん、自分の世界が変わる、うんうん、すもうね、うん、一人でも多くの人、いや、うん、じゃあもう完全に体験したね。そうですね、うん、体験者ですよ ね、うんうん、もう揺るぎないね、揺るぎない。誰に何て言われようとこの法則は揺るぎない、はい、やったイエーイ。ってことはつまりハッシーの言ったことは間違ってなかった。イエーイ、素晴らしい親子。いやこれね、いやこの動画ねたくさんの人感動するよ。太陽くん、たくさんの人見てるんだよ。なんか言ってみて、みんなさんの、あのたくさんの人見てるから、うん、太陽くんなんか今見てる人に何か言えるって、うん、言える、言ってみてよ。お、言って、お、なになに、教えて。みんな見てくれてありがとう。イエーイ。お兄ちゃん、はい、お兄ちゃん、お兄ちゃん、はい、さあお兄ちゃんも、はい、どうぞ、なんか一言、イエー。え、みんな最高だぜ。いや最高だぜ。やった、かっこいい。いやもうこんなで幸せな時をで一緒にこう過ごさせていただきました。もう本当に幸せです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。イエーイ、やったー。ええ、踊ってた。いいよ、踊っていいよ、もう一回ぶっちょ。イエーイ。